第27回ジャパンカップは、2007年11月25日に、東京競馬場で行われた競馬の競争である。ホスト国である日本からは、2007年、春秋天皇賞優勝馬、名勝サムソン、2007年ドバイ DF、宝塚記念優勝馬アードマイヤムーン、2007年、東京優春優勝馬ウオカ、2007年サツキ賞、優勝馬ビクトリー、 2004年ッカ賞、2006年メルボルンカップ、優勝馬、デルタブルース、2006年シンガポール、航空国際カップ優勝馬のコスモバルク、2007年、札幌記念、2006年、エリザベス女王杯優勝馬のフサイチパンドラの7頭の GI j プニーバが参戦。その他にも、2007年京都大賞典、朝日 CC 優勝馬、インティライミ、 2007年毎日王冠優勝馬長さん、2007年金社地賞。中京記念優勝馬ローゼンクロイツ、2007年、メグロ記念優勝馬ポップロック。2007年青馬賞。優勝馬平僕ロイヤル。2007年函館記念優勝馬エリモファリアー。2006年神戸新聞杯、優勝馬ドリームパスポートが出走し。2007年の中。 長距離路線の中心となった馬がほぼ顔を揃える形となった。日本国外からは8カ国45頭の予備登録があり、その中から11月1日までに以下に示した8頭が出走を受諾した。しかし、ロイヤルハイネスが繁殖入り、グランドクチュリエが左前級設部以上、レッドロックスが調整不足を理由に辞退。ディラン・トーマスは、 白井の競馬学校の検疫休車までは来たものの、11月20日に、ウマウイルス性動脈炎の陰性が確認できず、日本とアイルランド両国間の衛生条件上の規定により、日本への入国が許可されないことが分かり、ディラン・トーマスの出走取り止めが発表された。最終的には4頭が出走する。なお、レッドロックスとディラン・トーマスは、香港バーズへ出走した。 11月11日に発表された最終登録時点では出走可能等数18頭に対し外国馬を除く16頭の特別登録があり21日の出馬投票の時点で出走順位15位以下のネバブションとハイアーゲームが非中戦馬として除外されたまたこれにより出走前頭が重症勝利経験馬となるなお ウマインフルエンザの影響で中止された開催の大体で3日間の連続開催に伴い当初11月21日に出走馬及び枠順が発表される予定だったが枠順はウマインフルエンザの検査を実施するために1日遅れの11月22日に発表されることになった馬券は11月24日より発売され前日最終オッズ時点では名称サムソンが1.8倍で1番 人気、ウオッカが6.2倍で2番人気と続いた。第27回ジャパンカップゴール前の攻防スタート後、花を奪ったのは、後ろでレースを進めると見られた長さんであった。その後は、コスモバルクが続き、後ろでレースを進めると思われていた、ポップロックとかかり気味にアドマイアムーンも先行する形となった。人気どころでは、名称サムソン、インティライミも、中段でレースを進め、 ウォッカは最後肩からレースを進めた。レースは1000メートル通過が60秒台とスローペースになり、そのまま直線に入ると先行して、内側を走っていたアドマイアムーンが早めに抜け出すが、真中からポップロックがさらに外目から名将サムソンとウォッカも猛然と追い込んできたが、結局抜け出したアドマイアムーンがポップロックの猛追を頭差しのぎ切って優勝。 二着にポップロック、三着に名称サムソン、四着にウォッカ、五着にデルタブルースとなった。このレースでは、スローペースも影響してか、結局上位四頭の着順は、早めに抜け出した順番となり、連帯した二頭は共に、内側の枠も好材料となってか、スムーズに先行するとそのままロスの少ない内側を、通るというレース運びであった。一方、名称サムソンとウォッカは、 外目の枠も影響してか先行できず、直線で外側を回されるという不利も響き、結局前を捉えきれないという形に終わった。ジャパンカップ勝利後ウィーニングランを行う、アドマイヤアムーンと、岩田構成データ、大阪スポーツ2007年11月27日、21面。ありがとうございます。